ちょっとあの巻き障子寒いんで締め切っとるんですけども、あの最初に物販をして始めたいと思います。ナンバーダウン、皆さんどうもあのお集まりいただきましてありがとうございます。あの武田関さんという、お墓と不動産の会社をしている、武田英一と申します。本日はですねこのような機会をいただいて本当にありがたい、ことでございます。もう私も張り切って、作ったらですね、なんとパワーポイント50ページになってしまいまして、印刷するよりも、ファイルで皆さんに、後でお渡しできたらなと思います。今日はね、まあこちらで、十分分かるように、口頭でね、補足しながらご説明をさせていただきますので、そちらの方で分からなければ後でまたご質問いただければと思います。申し訳ないですけどちょっと本日着座でご説明させていただきます。それではですね、私は一級お墓ディレクターという、これ民間の資格なんですけども、そちらの方を、取得しておりまして、これは何かと言いますたら、日本石材産業協会という協会がですね、正しいお墓の在り方を、これから広げていこうということで作った資格です。で、2級と1級がございまして、私はその1級の方を取得したということですね。と言いますのは非常にやっぱり石屋さんということになりましたら、人を騙すとかですね、あるいはもう知識のないことをですね間違えて、その場しのぎで言ってしまってお客様が混乱するというようなことが結構トラブルとしてございましたので、そういうことでこういう資格が作られたということになっております。それで簡単に経歴の方をですねご説明しましたら、私1967年の生まれになってます。で、生まれは高松ですけどずっと境で育ちまして、附属丸子関西学院大学というところを出ました。それから企業の方はですね、リクルートという会社に勤めまして、今でいうとゼクシーとかですねスーモとかこういうところをことをやっています。で、そこの審査部ですね、審査室とか住宅情報事業部、まさにスーモの前身のところの部署で、おりまして、この時に不動産の宅建免許を取得したということですね。で、その後ですね、10年おりまして、それから東京から帰ってきまして、武田石材工業という、これは愛媛の大島石の採石会社です。で、こちらを祖父が経営しておりまして、それからその子会社であります現在の武田関さんというところの取締役として帰ってまいりました。それから帰っては来たんですけども、帰郷後2年でですね、うちの父が急死しまして、で、祖母ももう特に亡くなってましたので、急遽ですね代表取締役になり、採石の右も左もわからない状況で、従業員に教えてもらいながらですね、仕事をしたというような経緯があります。それから2005年になりまして、不動産部ということでですね、宅建の免許を生かしまして不動産取引の方の部署を開設しまして、それから2008年、これリーマンショックの年なんですが、この年にですね採石業から撤退をしたと。これは何かと言いましたら、やっぱり中国医師のですね流星によりましてですね、だいぶ衰退してきたんですね。ですので、もう早めに、撤退をしたということです。で、2013年、ネットショップというのをですね、私、名前がエイジですから、エイジセレクトというのを開設して、趣味のごとくやってみたんですけども、こちらの方は正直言ってですね、あまり浸透しなくて、本当に趣味で終わってるかなという感じです。今でもありますけどね。はい。それから、こちらの方で私、一貫して、趣味の方はもう合唱をやってまして、これはもう小学校の時からずっとやってました。で、現在はですねグリークラブカバーという男性合唱の方をやっているんですけども、実はこの合唱がきっかけで徳永さんと先輩後輩になって、徳永さんに非常にですね可愛がっていただいたという経緯がありまして、今のお付き合いがございます。
それから、まあ、参加している活動で、まあ、地元のラジオですね、FM ラジオがございまして、こちらの方をですね、月1回、歌うお墓ディレクター丸ごとエイジのコーナーというのをですね、20分持たせていただいて、それをもう5年間ぐらい、もうずっとやっております。第3の、水曜日にですね、ラジオで聞けます。で、丸亀の方では電波は入らないんですが、サイマル放送って言いまして、インターネットラジオの方で聞くことができますので、リスラジっていうんですけどね、そのアプリを入れていただいたら無料でお聞きできますので、もしよろしければ、お聞きいただいたらと思います。ちょうど来週の水曜日も、そうですね、おそらく12時ぐらいから私出るようになってますので、お願いできればと思います。それからボランティアってありまして、まあ、これ境でのですね、街歩きとか、そういうのに私よくガイドとして出てまして、でそういうのをやってました。それから今子どもたちの第4土曜デーという土曜デーのスタッフとかで、ね、やってます。あと大学の、OB の支部会の、まあ、幹部みたいなのをやらせていただいてます。で、取得資格は、まあ、そのお墓ディレクターのほかですね、まあ、こういう採石の、関係の資格、それから不動産関係の資格ということで、一番最後に取りましたのは昨年秋に行われましたこの不動産コンサルティングマスターというですね、投資とか相続の、まあ、ご相談に乗れるという資格を取っています。今はもうお墓と不動産の両輪で、まあ、経営をしているという次第でございます。まあ、経歴の方はね、まあ、これぐらいにさせていただきまして、本日のね、講演内容、まあ、ざっくりと、お話ししとこうと思います。まあ、こういう形になってます。まあ、最近のお墓事情ということから始まりまして、歴史とか、形とかね、もうそんな知っとるわいというようなこといっぱいあると思うんですけども、もうおさらいの意味で、お話しさせていただければと思います。それから最近は地震ですね、地震対策であるとか、をお話しさせていただいて、案外新墓の建て方、こういう手順がありますので、そういうのも知っておくと便利かもしれません。それから文字の彫刻であるとかリフォーム、メンテナンスやクリーニング、こういうことをお話しさせていただいて、で、まあ、昨今ねちょっとお寺さんにご注意いただきたいことがありまして、そういうこともお話ししようと、それから私が勝手に予想するこれからのお墓こうなるんじゃないかなということをお話しさせていただいて、であらかじめいただいたご質問への回答を、させていただければと思います。で最後に、まあ、皆さんから、質疑応答という形を取らせていただければと思っています。ということでですね、もうまずは最初の最近のお墓事情ということで、お話をさせていただければと思います。まず最初はやっぱりもう今はですね、中国石と中国加工、もうこれが9割を占めています。もう当然ながら、もうコストをいかに安くするかというところですね。で、いわゆる消費者の方のご希望もやはり低価格志向ということになってますから、もう中国石と中国加工、あるいはもう外国の他の石ですね、と中国加工のセット、これはもうこういう流れにならざるを得ない状況がございます。それからですね、まあ原石、昔は中国から原石を輸入して日本で加工するというような形態も昔は存在してましたが、中国政府のですね、まあ、政策によりまして、中国の石は必ず中国で加工するというようなものに変わってきております。で今ではもう日本の石ですね、私どもが採石していた大島石、それから阿字石もそうです。もうほとんど、日本の石が中国の方にもう原石のまま出ていっております。で中国加工として、戻ってきています。それだけ少しでもコストを安くするというような、試みがされて、おります。でまあ、日本で加工しますとですね、なぜコストが高いかと言いましたら、まあ、人件費そのものというのはもちろんあるんですが、いわゆる労働災害に関するコストが非常に高いです。人廃であるとかですね、あるいは環境に対するその水の処理であるとか、こういったものに非常にコストがかかるということで、日本で加工をすることは、中国で加工するよりもですね、まあ、およそ2倍ぐらいのコストがかかると思っていただいたらと思います。
次にですね、コンパクト化してますね。もうこれはもう皆さんもお感じになられていると思いますが、お墓がどんどん小さくなってきてます。昔はもう大名墓っていいまして、もう見上げるようなお墓がいっぱい建ってました。でその上に大きな笠が乗っていたりとかあったんですが、今は非常にシンプル化しておりまして、また墓地そのものの広さもですね、非常にコンパクトになってきてます。でこれは、都会の方でもですね、やはり広い墓地を売るよりかは狭い墓地を数多く売るということで、利益を少しでも出そうというような流れに、なってきておりますね。でこれも、低価格を望まれる、消費者の方がやっぱり多くなってきているかなということから来てます。それから自由な色とかデザイン、これも増えてきてますね。いわゆる宗教色であるとかですね、昔で言うと先祖代々こんな形でお墓を作ってきたからとか、あるいは墓葬学でこんなことを言う偉い先生がいたからとか、そういうことで、お墓の形を決めてた人は非常に多かったんですが、今ではもうメモリアルみたいな形ですね。個人の方が大事にしていたお墓、オートバイであるとか将棋であるとかサッカーであるとか、いろんな形のお墓が出てきております。で外国材を使うことで色も非常に、色とりどりな、カラフルな色のものが使われておりますね。それから耐震施工ですね。もうこれをやらないとですね、今なかなかお墓の方は信用してもらえないと。でまだ香川県の方ではそれほど言われる方はおられないんですが、太平洋側ですね、高知であるとか、その他太平洋側和歌山とかですね、こういったところの方々はすごくこの耐震施工の意識が高いです。お墓屋さん もう必ずこれを売りにしないと売れない状況になってますね。で私どもも、いろいろなグッズを用いてですね、耐震施工を試みてますが、実はですね、この耐震施工の製品出だしてまだ間がないんですね。で 3.11 の後にいろいろ出てきだしたものですので、実はその本格的な検証がまだできてないんですね。で熊本の方でもその使っていて倒れなかったとか、そういう報告も出てきてませんので、都会の方でもしあればですね、おそらく、その耐震の、部材を使ってですね、効果が検証できたということが今後出てくる可能性はあると思います。そして、リフォームとかクリーニングの話ですね。これももう最近はもうお墓を新しくしようというよりかは、なるべくあるものを長く使おうというような形になってきています。いわゆる生きてる方の消費傾向とは全く逆ですね。生きてる方は少しでも新しいもの、もう古くなったら捨てて新しいものを買い替えようという形になってますが、お墓の場合はもうある使えるならもうずっと使いたいと、そのためだったらリフォームでもクリーニングでも少しのお金だったら出すよというような、お施主さんが増えてきていますね。そして、なんといっても墓じまいです。昨日も RSK さんで墓じまいの、ニュースが流れておりましたけども、非常に今もう増えておりますね。私どもも、建てる数の何倍も墓じまいの依頼が来られておりまして、で、墓じまいをしてそのお骨をどうするんだというようなところになりましたらですね、今のところ香川県のところではこの樹木葬であるとか、あるいは海洋散骨であるとか、そんなにまだメジャーではないので、実はお骨の行き場というのがですね、非常に今私もちょっと悩ましいところですね。今はお寺さんが大体納骨堂としてお預かりいただいておりますけども、今後ですね、土葬のお墓とか、いうのをやらなくてはいけない時期がいっぱい出てくると思うんです。で、村墓地とかでしたら、そのまま置いといていいよと、
もうね土に帰ったものとしますよと言ってくれるんですけど、これがちょっと新しい墓地でしたら再販するために、土葬も全部掘り出してくれというような話になった時に、その土葬のお骨大量にありますから、それをじゃあどうするんだというような課題が今後出てくると思います。今私どもはもう1体ぐらいでしたらハンマーで細かく砕いてですね、で骨壺の中に収めると、それもちっちゃい骨壺では全然収まりません。大腿骨なんかこんな長くありますので、ですので、何個も骨壺を分けるとか大きい骨壺を入れるとか、もうそういったことで対応せざるを得ないという状況になっております。はい、それではですね、次にお墓の歴史の話をさせていただければというふうに思っています。もう縄文時代まで遡ります。お墓はですね、もう古くは、この三内丸丸山遺跡って青森県にあるんですけど、こういうの皆さんテレビとかで見たことないでしょうか。縄文時代の遺跡ですね。でこういうところまで遡ります。でこれがパンフレットなんですけども、ここにですね大人の墓と書いてるんですね。でここ子供の墓というふうに書いてます。で大人の墓がどこで見つかったかというと、この辺で見つかってるんですね。で、これがですねこうずっと海までどうも続いていたそうなんですけども、このね家とかこういう建物がいっぱいある近くに埋められていたということで、そんなにまだこの時代は死者というものに対して汚らわしいとかですね、怖いとかそういった感情はあんまりなかったのかなということが言われています。で子どもの墓ここにあるんです。しかしながらこの辺民家ありますけども、その民家の近くでも子どものお墓がですね、出てきておりまして、やっぱり子どもさんというのはやっぱり亡くなったら辛いので家の近くに埋めたのかなというようなことが言われております。でまあ、ここから出てきているその子どもの数がですね、900基ということですね。子どもだけで900出てきているということ でこれがですね大人の出た数の4倍ぐらいあるそうです。ですので、やはり当時はですね、子どもさんがやっぱり生き残るには非常に厳しい環境であったのかなということが言えると思います。でこの大人の墓というのはですね、この土坑墓というのがありまして、単にこう土を掘っただけなんですね。で土を掘っただけのところに、屈葬と言いまして、こうかがむような体育座りみたいなね、かがむような形で収められていたり、神殿葬と言いまして、今と同じように、寝そべった状況で埋められていたりとか、それはもういろいろなんですね。で肩や子どもの土坑墓というのがありまして、子どもはですねこういう土器にですね入れられてたそうですね。でまあ子どもの方はもうこう縦にこうちょっと入ってたというふうに言われております。でまあ大人の方はその寝そべってたりこう屈葬とかになってたんですけども、中には石を抱かしているものもあったということですので、先ほどね怖いとか汚らわしいとかいう話はなかったかもというお話をしましたけども、もしかしたら、石を抱かせるというのはこの蘇ってこないようにさせるものですので、もしかしたらそういう考えのもとで、石を抱かせてというもう悪霊として出てこないようにというようなご家庭ももしかしたらあったかもしれないということが言われています。はい、次ですね、こういう時代は進みまして弥生時代までいきますね。弥生時代、佐賀県に吉野ヶ里遺跡というのがございまして、もうだいぶ縄文時代と比べましたらちょっとね復元されているとはいえちょっとおしゃれな感じですね。ここは公園みたいになってましてですね、でここでですね出てくるのがこの亀陥墓というやつが出てきます。でこの眉みたいな、まあ、これ土器とかでね作
作られてるんですけども、こういうものの中にですね、人間が、その今さっき言った屈葬という形でね、入れられてたそうですね。こういう形ですね。で実際人骨が残ってたりしますね。で、この亀棺墓の他にこの時代には木棺墓といいまして、木で作られたものもあったそうです。しかしながら木のものはもう残っていないそうですね。ですので、今現在ここの遺跡で見られるのはこの亀棺墓が主流であると、他にはもう石棺墓というのもあったそうです。石で囲ってですね、でその上に土をかぶせて墳丘、古墳の墳に丘と書きますけど墳丘を作ると、古墳時代の、幕開けみたいな感じのねものもこの時代からちょこちょこは出てきたというふうに言われております。それからそして古墳時代を迎えるんですけども、これはもう観光地になって、なってますが、吉見百穴という埼玉県にこんなのあるんですね。でこんなにいっぱいこう穴が開いてまして、で古墳時代にですね、お墓を作るといえば皆さんよくご存知の前方後円墳とかですね、そういう権力者のお墓がやはり主流だったんですね。でこの頃から埴輪とか土器とか、そういった副葬品を一緒に納めるというようなものが大体3世紀頃から出てきたそうです。でここに関して言えばこれはですね古墳時代後期のものでして、6世紀から7世紀頃の、古墳だと言われております。この岩山にですね横穴が全部で219個あるそうなんですね。で、ただですね太平洋戦争の時にここの地下にですね軍需工場を作るということで、この穴を十数個壊されたそうですね。非常に罰当たりなことをね、してますけども、今もこれ観光地で残ってます。この中からも、埴輪であるとかいろんな副葬品が出てきているそうです。で、古墳時代のお墓としてはこの鎌倉の由比ヶ浜ですかねの石棺墓というのは、これはもう非常にニュースにもなったということなんですが、こういう感じで、石でですねこういう棺を作っていてですね、その中に、人骨があったということなんですね。でこれここは1体ですけど2体見つかってます。で、もう一つはですもう一つはこの石棺墓ではなくて、土坑墓、先ほどの土を掘っただけの土坑墓の状態で見つかったということです。でこの周辺はですね非常に遺跡が多いということで、井戸とかあるいは井戸の中に捨てられた犬とか馬とか、そういったものの骨もここからは、見つかっているということですね。でちなみにこの方男性だそうです。そこまで分かるそうですね。で大体15歳前後の方で身長まで出てますね。156センチというふうにね、出てますけども、非常にもう古墳時代にはもう大体こういうことの技術も地域によってはあったということですね。で飛鳥時代ですね、聖徳太子の生きた飛鳥時代なんですが、石舞台古墳といいまして、これは奈良県の飛鳥村ですね、のところにあります。でこれ非常に巨大なね、石棺になっているわけです。でこれがですね、横穴式石棺墓ということですね、横に穴があってそこからこうご遺体とか副葬品を入れたというふうに言われてますね。でこれはもともとですね土がかぶせてあったそうです。で土がかぶせてあって、さっきちょっとお話ししました墳丘という、ちょっと山みたいにね、墳丘の丘は丘と書くんですけど、ちょっと小山みたいになってたところ、
この土というのがいつの時代か剥がれてこの石棺のところがむき出しになっているというようなものですね。で、飛鳥時代ですから、仏教がね、伝来した頃でございますよね。で、ただこの頃というのはその仏教自体とその葬儀とか、こういうお墓とか、そういったのは、あまり結びついていなかったそうです。で、飛鳥時代になりましたらさっき縄文時代のところとは別で、遺体とか遺骨というのが汚らわしいと、汚れの対象ということで、いわゆる居住空間からは離されたところに埋葬をされたということですね。で、これですね、このお墓は蘇我馬子の墓ではないかというふうに言われています。まあ、非常に豪族でしたね。で、もともとはこの中にですね非常に多くの副葬品が、あったとのことなんですが、ほとんどこの現代の方がお調べになるときには盗難にあってたということです。今では、ちょっとした土器とか、あるいは銅の金具とかですね、そういったものが、多少見つかるだけというふうに言われています。で、この飛鳥時代のこのね、先ほどの古墳の近くにはですね、この有名なこの高松塚古墳があったりとか、あるいは、キトラ古墳がねあったりとかしますね。これはあの白虎ですけども、この他ね、あのキジとかカメとかね、あの詩人、いわゆる詩人ですよね、詩人が、描かれている古墳があって、その全体が国営の飛鳥歴史公園というふうに、決められているということです。で、飛鳥時代といえばですね、これがですね持統天皇という、ね、方がいらっしゃって、こういう方ですね、百人一首が出てきますけど、で、この方が日本で最初に火葬されたと言われています。で、これが、702年に持統天皇が亡くなって、その翌年703年に、火葬がされて、でそれがきっかけで貴族の間でですね火葬ブームが起こったということですね。で、そのブームとともに徐々に仏教と、関わりが出てくるというようなことが言われてますね。で、ちなみに、まあ、その火葬された後のお墓がこれですね。あの天武天皇さんというのはこれはあの旦那ですね、旦那ですね。で、まあ、この頃からですね、法名碑とかね、あのいわゆる皆さんの中でいうとこう墓誌ですね、こうあの法名を書くとか、こういうのの原型みたいなのも出てきたということです。で、先ほどちょっと申しましたけども、徐々に僧侶とお寺とあと貴族というのがその葬儀に関わるようになってきてですね、だん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 、僧侶がそのお葬式の役割を担うというようなのが始まってきたと言われています。で、庶民の中ではですね、まだまだでして、そもそも庶民は墓を持ってはいけないというのが大化の改新でも出てたということなんですね。白葬令、あの薄い葬儀の葬と書くんですけど、白葬令というのが出されて、庶民はそういう葬儀をするなとか、ね、お墓作るなとか、そういうお触れが出てた時代もあったそうです。で、時代は進みまして、奈良時代とか、平安時代ということですね。で、奈良時代になりましたらますますですね、そのご遺体に関してですね、まあその汚らわしいというようなことになってきまして、首都の内部に墓を作ることが禁止されるんですね。ですので平城京内からはですね、当時の墓というのは一つも発見を
されていないということです。でこれは平安時代にも引き継がれまして、平安京の中でも墓というのは、当時のは出てきてないということですね。出てきたとしても天皇とか貴族とか、そういうのに限られてたということですね。で例えばこの奈良時代の山部の赤人さんというね、こういう方、ここにお墓あります。この山の中ですよね、これね。で平安中期ですね。でこれももうほぼほぼ山の中ですね。でこの頃から多分五輪塔というのがねこう出てきたんだと思いますけども、でまあ一般庶民の墓というのはですね、本当にもう先ほどね、墓を飛鳥時代にはもう作るなみたいなお触れが出てたぐらいで、粗末に扱われてたようです。奈良平安時代もそうで、例えばもう、京都で言えばですね、足立野とか船岡鳥部山というところですか、僕もちょっと分かんないですけど、鳥部の一帯というのが、平安時代には一般人の お墓が作られたり、するような場所であったというふうに言われています。で、鎌倉時代に入ります。鎌倉時代は仏教の影響がかなり、出てくる時代となっております。で、その影響でですね、死者を供養するというような考えがこの頃に、出てくるようになってきます。で、まあ、死者を、ね、その供養するということになりましたら、お墓参りの習慣、こういうのがも出てくるわけです。それで一家の墓地とか、一家のお墓とか、そういうのが出てくるんですね。で、まあ、これはちょっと一つの事例で、これは藤原の定家さんのお墓で、この頃になりましたら、中国から伝わったこの宝鏡印塔というのが、これ大山積神社の大三島のねですけど、こういう非常に技術も発達しておしゃれなものが、出てくるわけです。でまあ、これ宝鏡印塔はね、まあ、仏舎利用を収めたストゥーパーというね、皆さんもよくご存知だと思うんですけど、そのストゥーパーの形を起源にしていて、まあ、このような形に、なっていますということですね。で、まあ、ここでね、陵墓制というお話をちょっと一応しとこうと思うんですけど、今でもありますが、この頃から陵墓制という考え方が出てくるようになってきています。つまりご遺体を埋葬するところと、実際に手を合わすところは別に作りますよと、ご遺体はもうね、なるべく居住空間から離れたところに埋めておいて、で実際に石塔を建てて、そこで魂をお祭りするというのは、近くでやりますよというような風習がこの頃から出てきたそうです。で、まあ、だんだん廃れてくるんですが、今でもやはり日本の島嶼部とかですね、一部のまあちょっと地方に行きましたら、この陵墓制というのが、未だに残っていたりしますね。それから室町時代ですね、この辺になりましたらさらにですねちょっとおしゃれになってきます。これはですね無法刀という乱刀というね、これまあ無法の方はこれね継ぎ目みたいなことなんですけど、まあ継ぎ目がないわけです、これはね、はい、まあ、卵型なんで乱刀とも言うんですけど、もうこれは主には、非常に位の高い僧侶の方のお墓に当初は使われてたそうです。それからこれは板碑っていいまして、こういう板状のお墓ですね、こういうものも当時は作られてたそうですが、これはですね、非常に衰退をします、はい、これはおそらくですねすぐ倒れたんじゃないかなと、まあ、石屋の立場から言えばこういう薄いものは風に弱いんですよ。ですのでおそらく風とか、まあ、地震はもちろんですけどね、やっぱり石碑としてはあまり機能しなかったのかなと
個人的には思いますね。それからこの乱闘というのは、ごめんなさい、これはですね、禅宗とともに伝わったそうです。当時宋というね、中国の国がありましたけど、禅宗と一緒に伝わってこのような形になったということが言われています。はい、それから今度現代の話になります。ちょっと江戸時代とかも飛ばさせていただいて、現代の話になりますね。現代の形で言うとこういう20代、ね、これなぜ20かというと、代と言われるのが1個2個、これ後ろに見えてますけど、これ1個2個で20代ですね。で、まあ、最近よくあるのがこの30代ですね、1個2個3個代がありますね。で、何が違うかというと、この一番下側のこの、まあ、芝居師という部分があるかないかですね。で、これは底辺が広くなってますから、納骨室、過労棟というんですけど、まあ、それが非常に広く取れるというメリットがあります。こちらは非常に狭いです。まあ、よく、何個ぐらい入りますかみたいなお話を言われるんですけども、こういう形を取ればだいたい6個から9個入りますよと、こちらでしたらまあせいぜい4個ぐらいまでしか入りませんよという話をよくしますね。それから、これもね、もう現代まで残ってますけど、五輪塔です。ノーマルなものはこちらの左側、ちょっと細長い感じですね。で、ちょっとおしゃれなのはこちらのね、古代型というのがありますね。これは関東の方ではよくね、作られてたりしますけどもね、ここにちょっとね、こういうレンゲみたいなね、これ花びらっぽいのがついているのが特徴で、この玉部分もかなり大きいですね。全体的にずんぐりむっくりしているのが古代型五輪塔というのがありますね。まあ、これは確かに古代型でして、鎌倉時代とかの五輪塔とか見ますと、やっぱりこういうずんぐりむっくりな形をしております。それからこういうのもあります。一石五輪塔といいまして、これはですね、まあ、今では場所が狭いとかでも五輪塔欲しいねとかいう時にですね、お墓の横にちょこんとこういうのをね、建てたりするんですけども、でも昔の先ほどの鎌倉時代とか室町時代とか、そういう時にもこういう塔みたいなのを建ててるところもございましたので、やっぱりそれの名残かなと。ただ現在ではですね、そのお墓の耐震上の話がありますので、ちょっとこういうものを作りませんかというのは、我々石材店の立場では非常に言いにくいですね。これはもう必ずここでポキッと折れます。はい、ですので、実際最近の墓地でもあまり見ないようにはなってきてますね。で、これが大名型といいまして、まあ、ここに大きな笠が乗ってましてね、まあ、丸亀でも境ででも、昔のお墓はこういうものでしたよね。こういうの乗っていて、でもこれも非常にですね、耐震上あまりよろしくないので、また後でリフォームのところで述べますけども、私どもはもしリフォームのご依頼が来たならば、これはもう取っ払いましょうというような話をよくさせていただいています。それから法灯ですね。これはもう仏教の建築形態の一つですよね。いわゆる法灯というのがあって、それをこう見せて作っているものですね。で、先ほども出てきましたけども、無法灯というのがこれ未だにこういうふうに存在します。で、先ほどねお話ししましたけども、やはり位の高い方のお墓に使われるようですね。まあ、一般の方でもね、まあ、この形が好きだということで、別に使う方もおられるそうですけども、まあ多くはやはりお寺の中で、僧侶の位の高い方のお墓に使われているということですね。で、最近多い洋型なんですね。はい、で、まあ、洋型って言いましてもいろいろありまして、まあ、この
これはねちょっと私どもで作ったんですけど、ちょっとあのデザインが入ってるんですね。でもっともっと洋バカっていうと、もっと横に平べったいものであるとか、この辺があんまりごちゃごちゃしてないとか、簡素なものが非常に多いですね。でこれはデザインです。これも私どもで作成させていただいたんですが、これはキリスト教の方から言われて、で真ん中をこうちょっとねこうくり抜いて、でこう十字架を入れてみたりしましたね。でここにこう、これは、ね、あの水鉢ではなくてですね、これはあのお花をここにあの横に置くんです。あのこれここにもありますよね。ここにもお花入れるとかありますけど、キリスト教の方ですね、なんか花束みたいなんで持ってきてここにね置く人がおるんですよ。なのでわざわざこういうのを作ったということですね。でこの中が納骨室になってまして、この中にお骨が入っているということになってます。でこの他、さっきも申し上げたように、そのサッカーボールであるとかね、で黒の石を使うと、あのピアノのお墓がよくありますね。黒と白でね、そういうのをデザインバカでよくお見かけすることがありますね。次にですね、お墓の部材のお話をしとこうかと思います。これ一般的な先ほどのいわゆる30代のお墓ですね、はい、でこれの名前がそれぞれありまして、この一番上はこれ竿石って言います。でここが上台って言いますね。で下が下台ですね。で一番下のはですね、これは芝石とか、あと4つの石をこれ組み合わせるんですね。4方向組み合わせて作るんで、四つ組み石とか、あるいは2枚の石、あるいは1枚の石で作るカンパというのがあります。これは広島とかでよく使われてます。で高知とか行きましたら、この下にこの納骨堂があってですね、部屋になったりもするんですけどね、まあ、大体香川県ではまあこういう形が多いんですね。でちっちゃいパーツになりましたら、ここがですね、いわゆる香炉ですね、線香とかろうそくとかをここの中で灯すと。でここに金属のこういうのが蓋がついてますけど、これは供養箱っていうものですね。でここにあるステンレスのこの花立ての中に入っているのがこれ花筒と言います。でここが花立てなんですけど、これあの最近はもうほとんどこの花瓶型ですね、まっすぐなものも使われてますけども、どっちにしますって言ったらこの花瓶型になりますね。で、これがまあ水鉢ですけども、まあおそらくね、まあ、皆さんの葉の方ではこう水はお使いにならないということですけど、まあ、信号の方ではこういうの水ためが必要ですので、まあ、一般的にはここであると。でここにあのこれ今消してますけど、こう家紋をここに入れるようになってますね。でこれがいわゆる法名碑であるとか霊標であるとか母子であるとか、宗派によって呼び方変わりますけど、そういうふうに言われているもので、これは廃石と言いますね。でここが、物置、自然石の物置を置くことが多いですね。まあ、だいたいこういう名称になってます。で次にですね、スリンというものがありまして、この竿石とこの上台の間にこういう挟むものがこういうのありますよね。これレンゲなんですけどね。でこういうのがですね、西の方、水戸世の方で多いのがこの剣付き角布団といいますね。広島県や愛媛県でもよく使われてます。ただ製作コストがかかるんですけども、まあ、風格はありますね。でこれが丸布団といいます。でこれは関西でよく見られます。でこれがよくあるこう上レンゲというものですね。上向いてますから上レンゲですね。これ高級感を出すためによく使われます。で次が上下レンゲ、上も下もついてます。上下レンゲと言いますが、ここまでするとちょっとくどいんですね。はい、もうね、中国から来たお墓にはよく使われてますけどね。
実を言いますと、この電源の製作ってこの特別加工賃というのがかかるんですけれども、だいたい日本で作りますとこの特別加工賃が中国の5倍ぐらいかかるんですね。ですのでこの上下ともこう日本で作るとものすごい高くなるので、あまり国産の石では見られないですね。中国からで作るとだいたいこういうのがもうほぼ昔は漏れなくついてきてましたけどね、はい。それから巻石というのがありまして、いわゆる境界を決める石ですね。まあこうぐるっと巻いて、で前こう階段を作るときあります。これ栗階段というんですけど、こういうのを形よく見ると思いますけども、で、最近ね縦長のものでよく使われるのが関東型巻石というのがよくね見られますね。これはこんなものです。入り口階段があって、両脇にこう親柱というのがね大きい柱があるんですね。でここに、玉垣という羽目とも呼ぶんですけど、こういうのがあって、間に小柱、こういうねちっちゃい柱があってね、こういうのも、つけることがあります。でこういうのはだいたい制作コストもこれも高いし、石をものすごく使うので、まあ、大体お金を持ってる人が大体こういうのを 使われますね。次に、カロート納骨石ですね、はい。この御影石、これはですね先ほど言った四つ組石のことなんです。でこの中でちょっと見えてます、この中ね、ここに、石製の納骨石が、箱型で入ってますよと。で、昔はこういうコンクリートでねこういうのを囲んでたりしたんですけど、うちの会社ではもうほぼほぼこの御影石の、箱を使ってます。もうねなくなってまでね、最近マンションの方多いですけど、なくなってまでコンクリートに囲まれたくないなというのがあるので石を使うようにしてますね。それから灯籠です。これが丸いです。丸灯籠で、これ角灯籠というのがありますね。で、これがステンレスの灯籠ですね。ここらステンレスになってるんですね。でこの丸は未だにあるんですけど、角はですねだんだん減ってきてますね。これはなぜかと言いましたら、この可動でですねお年寄りとかつまずいたら怪我をするんですよ。でお子さんとかもちょうどこう目の位置とかにこの可動が来るので非常に危ないので、よほど広い墓地だったら別ですが、こんな入り口が狭いところでは危ないので、あまり私としてはお勧めをしてないです。丸だったらまだまだ大丈夫なんですが、ただですね、灯籠自体がもう飾りになってきてまして、昔は足元を照らす意味でここに火を入れたりしてたんですけど、もう今はもうほとんど飾りになってきてますから、この灯籠のサイズもこうちっちゃいのに変わったりとか、するようになってますのでね、あまり最近は使われないと思います。わざわざ撤去される方も多いです。このステンレス灯籠というのはもう地域によりますね。林田とか境出の林田地区とかはこういうのが多いですね。でその他ですね、皆さんのところでは関係ないですけど、こういういわゆる塔婆盾ですね。でこれはアルミなんですけど、アルミ非常に軽くて丈夫ということで、最近このアルミが流行りになってきてます。でこういう扉付きの物入れ、これはもう全部石製で、これ両方とも弊社で作ったんですけども、ここもこの石の保存になってまして、金属使ってないというね。でここを閉めたらですね、ここにちょっと蓋があるんですけど、これをここに差し込んで、風とかで開かないようにするといったものですね。で、ちょっと石の種類をお話しして、ちょっと休憩に入りたいなと思います。まずですね、皆さんよくご存知のアジ石ですね。アジ石の小豆というのがあります。です対して中豆というのもあります。アジ石というのはもうもちろんね、もう世界で一番高い石なんですが、ちょっと見ますと風って言いましてね、ちょっと雲がかかったようになってるんです。これもそうですけども、この雲がかかっているもののことを風って言います。でこの風が浮くというのがアジ石のこの
趣であるというふうにアジの人らは言っておりますね。でまあまあ、アジア群れの方々は、墓石材のベンツというふうにね、言われてたりもします。もう非常に、お高いですね、はい。でまあ、中目というのは目が荒くて白いんです。しかしながら、この中目ですね、非常に色が変わりやすい、ちょっとね、黄色くなりやすい、特徴がありますので、もしね、まあ、中目にされるんだったら、私だったらその後で説明しますけど、私どもが採石していた大島石の方がいいんじゃないかなというふうに思いますね、はい。でこの大島石になります。でこれは愛媛のしまなみ海道ですね、村上水軍がおりました野島っていうところがあるんですけど、その近くの大島で取れる石で、ここに私どもも採石場が、まあ、ありました、まあ、今はねちょっと一時閉鎖してますけども、そこでまあ私も8年間ですね、石を取ってたんですけど、特徴としましてはね、こう吸水率っていうのがありまして、そういうのが低いんですね。つまり水を吸いにくいということで、水を吸いにくいと何がいいかといいますと、この、御影石っていうのは中にですね鉄分を含んでるんですよ。で水をいっぱい吸うと、こう表面にですね鉄分がちょっと浮いてきたりして、さっきアジ石の中目でもそうですが、色が変色するんですね。赤く変色してくると。でそれが非常にこの大島石では少ないと言われています。ただ大島石のランクがですね、まあ、原石の単価でしまして、もう大体、そうですね10倍ぐらい違うんですよ。安いものから高いものまで、ですので、あまり安い大島石で作るとやはり変色とかいろいろ劣化というのが激しいかなと思います。まあ、ちなみにうちは特級ということで、関西の方ではね、まあ、よく出させていただいております。で、丸亀をねお膝元の讃岐広島で取られる青木石というのがありますね。いい石なんですけど、非常にコストが運送コストがかかります。橋がないもので、それでね、もうどうしてもちょっとなかなか厳しい状況にもなりつつありますね。で黒口とか白口とかいうふうなのがあるんですけども、まあまあ、ものによってはですね、やはりこれも赤く変色しやすいものがありますので、昔の青木石とかを見ましたら、おそらくちょっと赤黒くなっているものも皆さんよく墓地でご覧になられたことかと思います。まあ、順番的に言いましたら、やっぱりまあ、アジ石があって大島石があって青木石があるというような価格順番になろうかというふうに思います。でまあこれもまあ知識として知っておいていただいたらと思うんですが、もうこれは中国の石ですね。 AG98 という石ですね。中国福建省ですね。まあ、石屋さんによっては日本の石みたいな名前、なんとか石とかつけてますけども、まあ、正式名称はこういう品番で呼ばれてます。 AG98 というやつですね。でこれが SPI というもので、これはポルトガル産です。でなぜこれ2つ出したかというと、これよくですね、AG の方は大島石の偽物、それからポルトガルのこの SPI についてはアジ石の偽物として流通してたんですね。でまあ、非常に昔悪い石屋さんがいっぱいいましてですね、もうこれ大島石ですよというふうに、もう見るからに上から下までこの石なんですが、大島石で売りつけていたり、この SPI という石を、アジ石と売りつけていたりしたんですね。で私どもが見るともう一目瞭然なんですが、お施主様はうちはアジ石で作ったけんとか言ってね喜んでらっしゃるので、僕もあえてね、いやこれポルトガルですよとはもう言えないですね。もう喜んでいただかないといけないので。で今ではね、もうそういう悪徳な人たちはもうどんどん姿を消して、その大島石とかとのセットコラボで使われることが多いです。例えばこれでしたら、大島石を下台まで使って一番下の石をこれを使うとか、霊標はこれで使うとかいうのがあります。ポルトガルの石もそうですね、一番上だけをアジ石使って高いから、
で上台下台その下の石というのはこのポルトガルを使うというようなコラボみたいな使われ方も最近はされております。で最近増えてきましたのがこの黒竜鉱床の K というですね、黒竜の K ですね、という石が増えています。こう真っ黒みたいな感じですね。でこれですね、まあ、石の良さはまあ置いといて、1年の半分しか取れないんですよ。黒竜鉱床って言って昔のあのもうね満州の上の方の話なので、寒くてですね、もう仕事にならないということで、それでですね採石量が限られてて、非常に高価な石になっています。ただまあ一緒にね、まあ、関西の方では、白い石が多いですから、やっぱりこういう石を使うとちょっと目立ちますよね。本当はあのインドの真っ黒いなのを使うと綺麗なんですけど、関西の方ではちょっと真っ黒いなのはなんかね血が濁るとかなんかそういうことを言う人がいて、あまり真っ黒というのは使われてないです。関東いったら多いですよ、はい。でこれが、G623 という石で、これはですね、先ほどの巻石とか、あるいは納骨室内で、使われる石ですね。非常にですね、その先ほど吸水率という話をしましたけども、水を吸いにくいですね。水を吸いにくいから劣化しにくいということで、巻石にしておくと、巻石というのは常にね、水との戦いなので、それには非常に、強いというふうに言われております。逆に、水を吸いやすい石を巻石にしますと、いつもね濡れたように黒くなっていて、でそこから錆が吹き出したりとかいうようなのがあるんですね。でもこの G623 という石を使うと、まずまあその錆が吹くというのはほとんどないかなというふうに言えます。はい、ではですね、一旦ここでちょっと5分ぐらい休憩を取らせていただいて、また後半、現代のお墓とご説明をさせていただければと思います。ありがとうございます。はい、それではですね、後半入りたいと思います。先ほどあの地震の話をねちょっと私しましたけど、地震対策ということで、非常にもうこれね大変なことになってます。もうここぽっきりここ根元折れてますし、もうここも全然ないですよね。でも大体まあこのお墓の場合ですね、最も被害を受けるのはこの竿石なんですね。もう当然です、その縦に立ってるものですからね、それから灯籠とか、あと宝妙碑ですね。あの宝妙碑というのは2つの足で支えてるんです。なので当然もうそこがちょっとグラグラしましたらやられてすぐパタンと倒れているようなものですね。で、先ほど言いました下台とか芝石とかですね、低い位置にあるところ、これはですね重いし結構残るんですよ。ですので先ほど洋墓がねいっぱい増えてるって話しましたけど、一つはこの耐震上の問題というのもやはりあると思います。私どもも洋墓作っとくとちょっと安心感があります。逆に高いお墓を、背の高いのを作るとちょっとグラッと来た時に、ちょっと見に行ってみようという感じになりますね。で対策としまして、まあ、いろんな対策があります。いろんなものが売られてますけども、これはあくまでうちがやっているものです。ステンレスのこの芯棒を入れてます、ここにね。で、こういうパッドを入れてますね、はい。でこれはよく家具とかでですね、下にこう引くシリコンのみたいなのをこうホームセンターとかで皆さんご覧になられたと思うんですけども、ああいうものだと石の重みに耐えれないんですよ。すぐベシャッとへたるっていうんですけど、へたってしまうので、何十年も耐えれるもの、なおかつこう雨とか熱とか、そういうのに耐えれるものということで、まあ、そういう開発されたものがあるんですね。でそれを使わせていただいています。でまあ、ここあの竿石とここの間にこうやって、でうちはここにさらにこう芯を入れますけどね。で下にもこういうふうに、つけて、揺れを吸収するというような感じになってます、はい。
まあ、地震対策いっぱいあるんですけども、まあ、あの言ってたキリがないですので、次お墓の建て方のねご説明をしたいなというふうに思います。まずですね、まあ、これはもうあくまでノーマルな、お墓の、場合です。いろんな現場をちょっとね、の写真が出てきますけど、まあ、ほぼほぼ流れ的には一緒ですので、まずは巻き石の基礎といいまして、巻き石をするためには、こういうふうに下にねこうコンクリートで基礎を作らないといけないんですよ。でこれが場合によっては金具を入れたりとかまでしなくてはいけないですね。でないとコンクリート割れちゃいますので。で昔はですね、あのこの巻き石の下とかにはもうこういうコンクリートの基礎をしないでやってる場合があるんです。でもこれは必ずどちらかが下がってきます。よく墓地とかで傾いてるお墓とかいっぱいありますよね。あれはもう基礎自体がダメなんですよ。当然こう巻き石下がれば本体も下がるということになりますね。で、階段、これ階段なんです。ここがで、こういう巻き石を組み立てていきます。これはもう特別ちょっと高い巻き石ですけどね。でここにあのちょっと見えますでしょうか、こういう L 型の金具止めしてます、ね、こういう金具止めしないと地震に耐えられないんですね。これも昔はしてなかったりとか、してますので、こういうところからやっぱり歪んでくるんですね。で、階段がこういうふうに完成しますね。でこれが巻き石です。ぐるりと巻き石です。でその次に納骨室の埋め込みです。これちょっと違う現場ですけど、これも巻き石ができていて、その中にこの石製のこの箱の納骨室を埋め込みますね。でこの周りをこういう鉄筋を入れてコンクリートが割れないようにするわけです。でないとここにお墓が乗ってきますから、コンクリートが割れるとどちらかに傾くようになるんですね。で納骨室が完成します。でこの周りを、コンクリートで固めます。で先ほど言いました四つ組み石を設置します、ね、4つあるんですよ。1、2、3、4とね。でこのそれぞれの名称がこうですね。ここに L 型の金具をつけます。これ石屋さんの中ではつけないとこもありますけど、うちはもうちょっと耐震所つけてますね。で、これがその先ほどの納骨室、石の納骨室ですね。でこの中に普通は砂を入れるんですが、うちはねこうちょっと納骨式とかで開けた時にやっぱりきれいに見せたいということで、乾水石という白い石があるんですけど、それをね私いつも入れるようにしてます。で大体納骨室ってだいたいジメジメするんですよ。やっぱり砂とか土ですと開けた時に下がじとーっとしてる時とかあるんですが、この乾水石入れておくといつもなんかサラサラ感があって、非常に好評なので、私どもはこれを使用してます。で下台を設置していきますね。でこれが骨穴というものですね。はい。でこの四つ組み石のこの下側をちょっと切れ目を私どもはいつも入れてるんです。こうなりますとあのちょっと大きい骨壺でも入るんですね。だいたいまあ、ここらでは4寸か5寸あの幅が4寸か5寸の骨壺なんですよ。しかしながら広島とかですね東京行きましたら総骨って言いまして全部くれるんですよ。で例えばそういうの持ち帰ってきた時に入らないと困るので、まあ、保険のためにこの下もちょっとえぐっているというような感じですね。で上台が設置されます。先ほどご説明したように、まあ、うちの施工ですけど真ん中にステンレスの棒を入れて、周りに免震パッドを入れます。でこのステンレスの棒というのはガチガチにあまり固めないんです。ちょっとゆるゆる感があって、この免震パッドで、揺れを吸収できるようにしています。ここを完全に固めてしまいますと揺れないので、そのままあの揺れがね、竿石に伝わるようになりますからね。それで、まあ、これはつけないところもありますけど、先ほどの布団とかスリンと呼ばれるものをつけますね。でつけるときにはこの間をこの心棒が貫きます。こうずっとも長いので貫くようになります。
で最後完成というような流れになりますね。でこれがまあ一般的な、まあ、お墓の建て方です。まあ、もちろんこの会社によっても、まあ、多少は違うでしょうけども、まあ、ほぼほぼこういう流れで、建てられることが多いのではないかというふうに思います。次にですね、まあお墓の文字彫刻、よくね文字彫り文字彫りって言いますけども、まあ、その話をねしとこうと思います。まあ、順序としてはですね、まず僕らはこの墓石を確認します。どこに墓地があるのか、それから掘る位置を確認します。まあ、大体お墓は時計回りに掘るんですね。竿石に掘る場合ですけど時計回りに掘るで、方名碑も右から左に掘るというようなことが、一般的なんですけど、中には、違うところに掘ってくれという方もおられますのでね、必ず現地でお施主さんにここに掘っていいですねというようなのをご確認するようにしています。それから文字の打ち合わせ4項目というふうに書いてますけど、これは、まずねお亡くなりになられた時の、まあ、俗名ですよね、俗名、それから法名ですね、それからお亡くなりになられた日、それからお年ですね。まあ、大体はもう、数え年ということになってますので、そちらの方の文字の打ち合わせを綿密にさせていただきます。それから私ども原稿を作ります。こういう形で彫りますよというふうな原稿を作るんですが、夫婦の場合セットにすることが非常に多いんですね。でその時に、ですね、奥さんが先亡くなられた時ですね、ご主人のとこ一応開けときますかというようなことを、よくお聞きします。その順序がね、女の人が先になって自分が後になるのはちょっと嫌だという人もおられるので、必ずセットの場合は一応開けますかというようなこともお聞きするようにしています。あとは、背面、竿石の背面に建立者のお名前、ですね、例えば私だったら武田栄治建立と、で栄治というところが赤文字になってるんですね、生きてる時は。でそれが今回お亡くなりになった方と同一人物ですかと、同一人物の場合はその赤を抜いてまた白を入れたり、そのまま石肌のままにしたり、いうことをその時に打ち合わせをさせていただきます。それから地方の作業に行くんですが、最近はですねもう技術が発達しまして、現地で掘ることが非常に多いですね。で、まあ、ただ法名碑とかですと工場に持ち帰って、掘ったりする方が楽ですから、そういう場合もあります。ただ墓地がやはりトラックが横付けできるとか運搬車が入れるとか、そういう限られたところに限りますけどね。でこの時に、まあ、魂抜きをどうしますかいうお話は一応してます。これはなぜかと言いましたら、まあ、大体現地でですね、まあ、法名碑に掘るとかそういう時には問題が起こらないんですが、竿石ですね、竿石に掘る時に、その、まあ、真言のお寺さんに言わせれば、あの竿石というのはお顔だというふうに言われてます。でお顔に傷をつけると、お顔に傷をつけるんだから魂抜きいるでしょというようなお話を、されるところがあります。で、魂抜きをして、で掘った後にまた魂入れをするというようなことで、言われる方もおられるので、念のためお聞きするようにしております。ただもう、そうですね、9割5分ぐらいは、魂抜きというのはもう行ってないというのが現状です。魂入れはしますけどね。で最後に清掃後完成です。清掃なぜしなくてはいけないかというと、鉄粉を吹きつけて掘るんですね。後で説明しますけど、ですのでどうしても鉄粉が後に残りやすいということで、ちゃんと掃除をして帰るようにしています。でこれが、まあ、文字彫刻に使われる書式ですね。一番多いのはこの楷書体です。で、もう最近はないですが、この隷書体というのもまあまあありますね。特にこの
何々家の墓というのは未だちょっとこういう文字を使われるとかありますね。行書体とか草書体というのはもう今ほとんど見ないですね。まあ、技術的に言うと彫れます。今はもう全部機械彫りですので、こういう細いところも彫れますが、なかなかこういう書体を今の方でお選びになるということはほとんどいらっしゃらないと思います。で、先ほどの現地で彫る作業のね、仕方みたいなのちょっとご説明しとこうかなと思います。これちょっと見えにくいですが、ここにですね、こういうゴムを貼ってるんです。で、このゴムに彫る文字の原稿をこういうふうにですね、型抜きしてるんですね。で、ここにですね鉄粉を当てて掘っていくわけなんです。で、それがこういう機械を取り付けるんですね。で、ここから覗きながらここに手を入れて掘っていくんです。で、ここには映ってないですが、ここにホースがありますよね。で、このホースにコンプレッサーがついてるわけです。で、こっちにはですね、その掘った後の粉が出ますから、この白い袋を通ってその囚人をするわけです。袋の中に溜めるというような形になってます。で、こういう感じで手をここに入れて、ここから覗きながら掘るということになってますね。ですから、で、これ、道具自体はですね、発電機なんかは軽トラに乗せたままにしているんですけども、やっぱりその軽トラの止めているところから長いとですね、100メートルもあるようだとエアがいわゆるドロップっていう現象が起きまして、エアが落ちるんですね。ですので、あまり遠くない方がいいそうです。結構大変な作業ですね。もう ほぼほぼ一行掘るのになんか半日ぐらいかかるとか言ってました。で、次お墓のリフォームですね。先ほど言いました大名箱です。大きな傘が乗ってます。で、これちょっと見えにくいですけど、ここに灯籠があるんですけど、これもグラグラなんですよ。もう傾いてるんですね。もうどんなになるんだろうということですね。で、ここにですね、このいわゆる猫足って昔よく言われてましたね。猫の足みたいな、こんな丸まったのがあって、この猫足があるんですね。で、これをどういうふうにリフォームしたかというと、こうなります、ね。はい。まずこの傘のけました。で、のけるとここまっすぐになるので、ちょっと丸めたんですね、頭を。で、この猫足は取っちゃいました。で、この灯籠も取っちゃいました。で、ここに、新しく線香とかろうそくを立てる、香炉を置きました。で、法名碑を立てて、で、ここコンクリートがもう割れてたんです、下が。で、そこもこういうふうに石で作りました。非常に綺麗になりましたね。で、ちなみに、この先ほどの猫足で言いましたら、最近使う猫足をするという方はいらっしゃらないです、ほとんど。これはですね、一回墓葬学というのが大流行りしたことがあったんですね。で、そういう時にこの猫足というのはこの風が通りやすいですよね。だから家の中に、要は風が吹くと隙間がね空いてるということで、お金が逃げていくとか幸運が逃げていくとかいうことを言う、ね、方々がおったんですね。それで猫足を取るブームになったそうです。でも、それよりも何よりも地震に弱いんですよ。もう一つかけたらもうそれだけで終わりですから、我々としてももうこういう形のものはよう作らんですね。あったとしてももう怖いです。なので、ほとんどこの猫足というのは最近は使われておりません。で、もう一つですね、これもね、大名のお墓が建てました。でも、このお施主さんはですね、非常にこのお墓に思い入れがあったんですね。なので、この傘はそのまましてくれというようなお話があって、こうなりました。ただ、この中に、完全に
くっつくような、接着剤を入れて、もうこれが落ちないようにもうガチガチに固めました。でどこを直したかというと、これですね、ここにこう自然の石が並んでます。でこれですね、全部子供さんなんですね。でここにも地蔵さんあるんですけども、で、でこれも全部撤去させていただいて、で中ね、やっぱりお骨がいっぱい出てきました。でお骨がいっぱい出てきたんですけど、それをもうこの中に全部納めさせていただいてということにしました。でここに、まあ、これもまたね、こういう供養箱というのをね、香炉を置かせていただいて、でこの一番下の芝居石がガタガタだったんです。ここも色変わってますけどね、なのでこれも新しい石で、基礎をしっかりしましたということですね。でさらにこの巻き石でグッと上に上げまして、でここにはこういう階段みたいなのもつけさせていただきました。すごく綺麗になりましたね。で先ほど言った G623 という石をこれは全部使ってますね。この辺はね、こういう色になります、はい。でお墓のメンテナンスですね、たわしは使用してはいけないですね。皆さんね、ゴシ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 こすってらっしゃるんですけども、目に見えない傷がいっぱいつきます。でお墓は石といえどもですね、最後は本当に何工程もかけてですね、磨きを入れて最後バフっていうので後しまいをするんですけど、やっぱり艶出しを捨てるんですね。でその艶が飛びます、見えない傷で。でそこから水が入って、先ほど言ったみたいな劣化が起こってくるわけです。ですので、金属たわしなんかもってのほかですよね。でまあ、いわゆるカメノコみたいなありますよね、木でできたやつ、まあ、あれなら、まあ、そんなには大きな傷はつかないだろうなとは思いますけども、やはり私ともね、お墓を作ってる身としては、もうなるべくなら使わないでほしいと、スポンジにしてくださいねというふうにお願いしています。意外とね、取れるのがキッチンでですね、こんな白いマシュマロみたいなの売ってません？でなんかこうどんどん身を削りながらなんかこう汚れを落とすやつありますよね。あれ意外と取れるんですよ。ですのでああいうのでねやられたら、汚れいっぱい落ちると思いますね。で鳥の糞なんかよくついてますよね、夏とか。でこれしつこいんですよ。でこれなんかは逆にスポンジでやってもですね、なかなか取れないです、硬くなって。でこれはスクレーバー、こういうのが売ってますから。でここねカッターの刃がついてるんですね、カッターの刃がね。でこれで削ぎ落とすわけです。それからこれなんでしょうね、トイレのねこの掃除道具ですけど、これ意外と役に立つんです。この水鉢の水ためのとこですね、ここものすごく汚れたまるんです、水垢とか。でこれは、このトイレ用ブラシ、もうちょうどねこの部分がフィットするんですよ、このくぼみに、でこれで洗うとすごくね、きれいになります。まあ、ご先祖様には怒られるとは思いますけどね、試してみたらとは思いますね。それから文字の部分、苔とかねいっぱいつくと思うんですよ。でこういうのは、歯ブラシで落としたらいいですね。ただし色がね、剥げかかってるやつありますね。もう、ペンキ白とか黒とか入れてる場合はだいたい10年もするとどっかね剥げかかってくるんですよ。でこういう時は要注意ですね。歯ブラシでやるともう名を抜くようになりますからね。でもういっそのこともうね、剥げたりしてきたら、いわゆるペンキ剥がしというのはどこでも売ってますよね。コメリでも何でも売ってますけども、ドロドロのやつがあるんです。ドロドロ のペンキ剥がしというのがあるんで、そういうのでですね、もういっそのこと落としてしまわれた方が綺麗です。家紋のとことか特にそうです。やっぱりペンキが中途半端に残ってるとやっぱり汚いですから、
で、まあ、ほどほどにね、まあ、彫りが深ければ文字見えますからね。やっぱりそれでもうあまり汚ければそういうふうにお節さんとかには僕らは言ってますよね。でこれ部材の接合部分、先ほどの上台と下台のこうくっついてるところとか、あるいは水垂れって言いましてね、こう斜めになってるんですけど、台とかはそのエッジの部分が表面張力で、水が溜まって水垢っていうのがいっぱいつくんですよ。でこういうのはどうするか言ったら、お湯でふやかすんですね。でお湯でふやかして先ほどのスクレーバーで剃り取ると。で市販のね、お墓の汚れ落としみたいなのがありますありますが、気をつけていただきたいのはコンパウンドとかね、ああいうのがなんか細かい微粒子が入ってるのとか、ああいうのやっぱり細かい傷つきますのでね、そういうのはちょっと気をつけた方がいいかもしれないですね。で私どもプロが使うようのはあるんです。で確かにそういう微粒子が入ってるその苔落としであるとか、あるいは水垢落としっていうのがあるんですけど、これはもう石材用に開発されているものですので、もし本格的にやられるにやったらば石屋さんに言ってくださいねというふうにアドバイスしてあげた方が、石が長持ちするかもしれません。でたまにあるんですけど、納骨室の中にですね、草ぼうぼうの時あるんですよ。でこれも私どもも納骨する時にびっくりするんですけど、蚊帳って草ありますよね。ああいうのとかが結構カーッと生えてきてたりするんで、たまにはですね、檀家さん、門徒さんですかね、にはたまにはちょっと開けて見ときまいよいうのは、特にね、今度納骨しますというような時には見てもらっ 見ときなよっていうのは言ってあげた方がいいかもしれないですね。僕らも開けてびっくりということはありますのでね。でまあ10年に一度はやっぱりプロによる本格的なクリーニングをされた方がいいんじゃないかなというふうに思いますね。で例えばまあうちがクリーニングをしますとこういう感じにはなるんです。これがね古いで、これも水垢いっぱいこうついてますよね。この真っ黒になってますね、この辺ね。これどうなるかというとこんな感じになるんですね。色からしても違うし、これもペンキ全部落として一回入れ直しました、全部ね。もう全然もう新品のようになりますから。でここも見てください、この水垢の線がきれいになくなってます。特にここなんか絶対落ちないですよ、これね、一般の方ではね。でこういうのがありますので、もうできましたらね、プロに頼まれた方がいいかなというふうに思いますね。でまあその他ね、お墓関連の私どもがしている仕事の内容をねお話ししようと思います。まず寄せ墓ですね。寄せ墓というのは先ほどね、こんまい子供のお墓がいっぱいありますねとかね、昔は夫婦墓、夫婦墓といって夫婦ごとにねお墓建ててるところも地域もありましたのでね、そういうのをこう一つに寄せる寄せ墓、それから石仏、ね、これも清張って境出にあってミニ88箇所になってるんですが、そこの石仏の半分ぐらいはねうちでも父親の頃からね、作らせていただいてます。それから寺社とか神社の寄付板であるとか石畳、階段等、こちらの方も私ども承っています。それから墓石の撤去移転、これはもうもちろんですね。それから、最近増えてますのがお墓参り代行です。都会へ行かれた方がですね、お彼岸とお盆代わりに拝んどいてよというふうに言われます。だいたいまあ1回5000円ぐらいですね。お花を生けて、それでろうそくと線香をあげて、で簡単なお掃除と雑草抜きをして、写真を最後にお節様の方に送るということで、これは非常に私どもも、好評で、もう毎年のようにねお願いしますというのが増えてます。最初は私も言ってたんですけど、もうとても手が回らなくなりまして、もうね業者さんにね代行してもらってますけどね、
まあ、こういうのも増えてきてます。それからいよいよですね、これお寺さんにご注意いただきたいことがありまして、これ何かと言いましたらですね、新たに墓地を設けるときは敷地内であってもまた既存墓地に隣接していたとしても念のため市役所に ご相談くださいと、許可が必要な場合がありますと、まあ、私不動産屋もやってまして、まあいろいろね、いろんな条例とかを見てきているんですけどね、お寺さんの建ってるところの横が崖条例とかにかかってたらこれもう広げられないですからね、たとえね隣接してても、必ず市役所には、ご相談をされた方がいいと思います。それから、納骨堂を設置する場合、屋根があって壁で囲まれているものは建築確認申請が必要となります。石製納骨堂などを作るときは、何卒ご注意くださいということですね。で、私がね予想する、すいません、ちょっとねオーバーしちゃいますけど、私が予想するこれからのお墓です。これはもう私の試験です。石で作るお墓はなくならない、多分なくなりません。で、形は変わっていくと思います。先ほどの洋墓であるとか耐震型のように変わっていくと思います。で、機能性を見直される時は来ると思います。これは機能性というのは何かというと、お骨をですね半永久的に収められるということですね。骨壺から出して袋に入れて納骨したらもうずっとね土に帰っていくわけです。で、骨壺に入れたらダメですよ。骨壺に入れるんじゃなくてそのままザラーっとするとかね、袋に入れると半永久的に、使えますから。ところが納骨堂でしたらどうでしょうかね、もうそこに捨てるわけにいかないので、どん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 数が増えてきます。そうするとどん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 納骨堂をね設けなくてはいけなくなるので、いつか私はそのお墓というのは見直される時が来るんじゃないかなというふうに思っています。で、納骨堂は増えますがトラブルが発生する可能性があると思います。これは今はねまだ納骨堂が始まったばかりで、そんなに長い年月経ってないですが、いずれやっぱりその経営が危なくなるとか、ね、お寺さんはそんなことはないと思いますけど、例えば社団法人でやってるとことか、財団法人はなれないのかな、なんか他の法人でやってるとことかが、経営破綻したとかいうことになると、じゃあこのお骨どうするのということもありますし、納骨堂の建物が、劣化したとき、建て替えようというようなときに、じゃあそのお金はどうするのと、誰が出すのというような話になってきます。マンションもそうですよね。買うときはいいですよ。でも30年経って建て替えようかいうときになると大揉めしてますから、誰が修繕費を出すんだというふうなことでね、これは将来トラブルが発生する可能性というのは私はあるんじゃないかと思いますので、皆さんもお気をつけください。海洋散骨、僕これは増加しないと思います。なぜかとはいう理由ははっきりは分かりませんが、今のこの海洋散骨をやっている業者さんの状態とか、今までの経緯で、これが増加してきた、あまりね一般的に広まらなかったところを見ると、今後もこれは増加しないんじゃないかなというふうに思っています。ただし樹木葬は増えると思いますね。これはお手軽だから、でコストも安いから、おそらく樹木葬というのはこれからは増えてくるんじゃないかなというふうに思っています。で、これが私が一番懸念しているところですが、いわゆる老人ホームですよね。今ものすごい補助金が出ますので、どん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 介護施設が建ってます。ですからどんどんそれを経営しているお医者さんとか、儲けまくってるんですね。で、こういうところが将来ですね、葬儀場も抱えるとか墓地も抱える、あるいは納骨堂も抱えるという時代が来るんじゃないかなというふうに思ってます。で、もう実際今ね、葬儀会社がもう石材会社とくっついてお墓も売りよりほぼほぼなってきてますよね。で、この淘汰ですよね、それが進んでついにはその施設が葬儀場までも飲み込む時代がもしかしたら来るんじゃないかなというふうに僕は思ってますね。
でその時に、まあもしかしたら宗教法人みたいなのも始めるところがあるかもしれません。で、皆さんからいただいたご質問に最後ちょっとお答えしとこうかなというふうに思います。去年と行年の違いはという、ね、いうのがございました。で、まあ、これは、まあ、一般的にはこう言われてますよね。天から受けた年月が去年であって、この世で修行を何歳まで積んだかというのが行年でありますよというふうに言われてますけども、実際はお墓の現場で言いましたら、全く同じように、我々は使わせていただいておりますし、お寺さんからも、まあ、どちらかというと、まあ、去年だけどみたいなお話がありますが、絶対これにしてくれというようなお話はなかなかいただくこともないかなと。でお墓に掘っていればそれに習うというようなことが多いんじゃないかなというふうに思ってますね。で、まあ、よくね、まあ、文献なんかで言うと、例えば去年は数えだけど行年は万だとかそういうふうに書かれておりますが、でもまあ今まで私が、万で文字彫りをしたことありません。実は、もう全部数え年でいただいてますから、そこのところはもう今ごちゃごちゃになってるかもしれないですね。まあ、ただ私がね、過去そのどっちでもいいですよって言った時にですね、お師匠様から言われたことで、経年というのは、経というのはね、その吉凶の経、おみくじの経ですね、これの経と同じ発音だから今日は今日よりか行がいいやっていうお話をいただいたことあります。こじつけですけどね、こじつけですけども、そういったことを言われた方もおられるということですね。はい。次ですね、墓じまいにかかる費用ですね。これも実はですね、墓石の大きさとか道幅とか、現地までの距離なんかで変わってきます。で、まあ、およそユニック車がですね、横付けできる時で、まあ、大体10万から15万じゃないですかね。もう横付けできたらもうユニックでパッとやるだけなので。でこれが、紙型のクレーンが必要だったりとか、運搬車が必要だったりとか、あるいはもう道のりがすごく遠いとかになったら、まあ、20万台30万台というようなこともあるんではないかなと思います。私どもで今までで一番大変だったのは石垣です。石垣が組んであって、その上にお墓がドーンと乗ってるんですね。この石垣を一個一個崩さないといけないんですね。これが大変でしたね。でそれがまたクレーンが使えないところで、もう全部人力でやらざるを得なかったので、それは非常に大変で、50万ぐらいいただいたような気もしますが、はい、そういうことはあります。でお墓のグレードですね、墓石のグレードは何で決まるかというのは、これ先ほどちょっとねお話もありましたけど、石種によります。で同じ石種、例えば大島石の中でも等級もございますし、アジ石の中でも、等級がございます。特にアジ石の場合は大丁場というのがあって、これはね昔の御家老のお家柄の人が持っている箇所があるんですね。でここはいい石が取れると言われています。それから加工地、加工地というのはその国産であるか中国産である、中国加工であるかということですね。それから加工装飾、さっきレンゲとか高いですよっていう話しましたけど、こういうのも入ってきます。で花瓶型、花立ても花瓶型にすると多少特別加工地がかかったりもします。それから大きさですね、大きさもやっぱ当然のごとく、大きさが幅が広がれば高さも出ますので、石の体積に比例して高くなります。皆さん大体よろしいでしょうか。で名刺いただいてると思うんで、また後で分からんことがあったら連絡すれば、何でも相談に乗ってくれるんだと思います。じゃあご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。